すごい高いからね、下げるかもしれない、うん、だけどやっぱり高いっていうのはソログリースの後の方でソログリースっていうところですよね。そうそう、その時にソログリースってこの音が出てればまずお腹の音も出るから、ソログリースってこう持っていくと苦しいかもしれない。そうですね、ですよね。だからソログリースこれが今この音だと、はい、高かった。ソログリースだってのものすごい高いから、はい、今度ソログリースっては出ないかもしれない誰もが。ところがグリスという言葉を口が言えればサーラグリスって言えればサーラグリス言えればサーラグリー音が出るんです。鼻で。だから子音に力を入れちゃうと音域が決まってきちゃって、はいはい、でもこれ以上高く出ませんみたいな、はい、その上に出てくるのがミックスボイスという形になって、裏声って言っても弱い裏声じゃなくてね、はい、強い。その時は鼻がものすごく響きますから、はい、だからその時は子音に力が入ったらもうその音は出ないと思えばいいんです。あ、はい、ね、だからそのちょっと練習する。サーラグリース、サーラグリース、これそのままやるとサーラグリースってほら出ない音でしょ、はい、サーラグリース、あー苦しいなんて、ね、ところがサーラグリース、サーラグリース、グリース言えれば、うん、サーラグリース、出らのってこの音がドゥンと出るような、うん、それはもう裏声だけどもそんなか細い裏声でもない、うん、強いミックスボイスが出てくるってことになる、うん、だからその出せるかどうかは子音に力が入るか入らないかにかかっていると思います、うん、ところが言葉を見て歌ってる人っていうのはその言葉に力を入れちゃうから、
で見えてる言葉っていうのはほらこうやって見てると詩だけでもそうだけども、詩だけで見てる人っていうのはほら母音が見えてないから、はいはい、そうすると詩を伸ばすわけ、グリースみたいな、サーラグリース苦しいです、サーラグリース、そのぐらいの音だったらサーラグリース、サーラグリース、グリース入れれば、はい、サーラグリースいかになります、サーラグリース、サーラグリース、サーラグリース鳴らせます。だからそれが高い声を出すということです、はい、だから力任せで出すわけじゃなくて、しっかりとした響きを出せるかどうかっていうのはお母さん母音をしっかり鍛えることですよ、はい、それはお腹の音 の、あの、まあ、訓練だから、はっはっってやってればいいんですよ、ね、これさえやってればサーラグリーはっって音が出てきますから、はい、サーラグリーの音がね、そういう音をいつでも鳴らせるかどうかの、それは練習しなきゃダメだけど、でもそういう練習一生懸命してる人がいつまでたってもお腹の音を感じられないで歌ってる人は多いはずです。あ、それは何かって言ったら自分が使用に力を入れてるってこと気がついてないんです。あ、そうです、ね、伸ばそうとしてるから、そしたらそのお腹の音はほら響くわけないでしょ、だからいかにこう歌うか、うまく歌うかっていうことになった時は子音と母音を上手に扱わなきゃ、もちろん子音だけね、あの母音だけで歌うわけじゃないんですよ、母音だけで歌うそんな言葉何も言えなくなるから、子音はものすごく大事だけど、子音に力を入れたら口の声になっちゃうよっていうんですよ、特にロングトーンはね、そういうふうにちょっと思うと、あのこういう音が楽にね、コントロールできます。